こんばんはこんばんはやっほーあ楽しみに久しぶりに来たおつ こんばんにゃーおつー寒いねいやそれよ寒めっちゃ寒いっすねこんばんは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 ,んばんは早いでーそう早め早めの配信なんですけどそんなにガンガン喋ってると多分喉つぶれるんでちょっとまた控えめで30分ちょいぐらいかな今日も のど大丈夫かい少しは弱くなったんですけどまだ全開じゃないんでちょっとえー、っと今日も1時間むっとしで喋るときついんで30分ちょいぐらいではいマスクしてないけど風邪治ってない喉を大事にありがとう控えめでいこうありがとうこんばんは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  こんばんばはしばらく握手会でやっていなくて泣けるそっかそうね握手会自体はあっても来られる日がね少ないからねもう幕張りついてるすごいさすがだわ気合いですねこんばんは今そう風なんですよねお疲れさありがとうそれそれなんですよ3日間しゃべるというイベントで皆さんに多分大量に風邪気をまき散らすんですけど大丈夫ですかね多分 メンバーでも風邪ひいてる人多いから多分この3日間でファンの皆さんにも風邪が蔓延する可能性があるんで気をつけてください皆さん <laughs> 明日ね多分欠席はしないと思うんですけど多分皆さんに風邪菌をいた。ら こんばんは。写して言うときながら風邪ひいたあれば大丈夫。こんばんは。風邪研究員。金の対応。それ。三日間そうなんだよね。喉気をつけるわ。ありがとう。みんな。ね。私もマスクして。イベントをしたい。 そういえばなんかインフルの症状だったわっていう感じで知らないうちにインフルにかかっててそう知らないうちにそうみんなにうつしてたってことが去年一昨年とかあったから気をつけないやつねそう病院行ってもそうなんかインフルって判断はされないけど軽くかかってて気付いたら周りにうつしてたってパターンがよくある。 私は風邪。私は風邪です。風邪薬もらったんで。ハートとバラ、バラバラか。ですね。こんばんは。やェほー。 やほいやあのなんか予防接種さすごい長くて不思議だった30秒ぐらい注射してたんだけどどういうことって予防接種で免疫あるからでもね予防接種してもしなくてもかかることに変わりなくないですかみんな変わる予防接種したからってインフルエンザならなかったってことあります皆さん大体んかかかっちゃうんだけどコロッケ派メンチカツ派だって 金だイイマリちゃん抱っこして頭そうマリちゃん抱っこさせてくれないんだけど触らせてくれたえすごい進路が決まっただってえおめでとうそれはおめでとうだねやったこれで安心だもうずっと予防接種してないしないみんなしないんだねあらあら カニクリームコロッケだって美味しそう私も大好きだよ症状が軽くなるだけそれよね明日から錬金は頑張れ休みこそ働かなきゃいけないパターンかなそうそうそうかかっても重症じゃなくなる、ね、それねいわかるわ 通知なんか最近通知行かないって人多くて困ったもんだねなんかねそう予約しててもなんか配信しても通知が行かない方が多いんだ最近謎ですあったかくなる飲み物ねえマジで明日やばかったらそうみんなもマスクしてきた方がいいと思う 写されるるパターンもあるし私だけじゃなくて多分ファンの方の中でも多分やっぱり今多いと思う風邪の人多いと思うから移し移されやらないようにみんな予防はしよう通知来ない時あっただってみんないつの間にか始まってたよくあるよねあとさ最近さ通知がさ2通来るんだけどそうなんか そう、他のねドラフト生とかも私フォローしてるんですけどそうなんか例えばだっけど「ただ京香始まった」って思ったら2通くんの通知が「ただ強化の配信が始まりました」「ただ京香の配信が始まりました」とかそう「本田空の配信が始まりました」たまにさダブルでさあの、2人でさ配信するってなるとさ4回来る時あるそう「ただただ本田本田」ホンダホンダみたいなことあるよねあ本ほんと 衣装の忍のさんが十六期さんとドラさんで全国ツアーやってほしいって755って言った嘘本当にそれは本当だったらめっちゃ嬉しい忍さんえ嬉しいそれ本当だったらおんぷちゃん爆睡リンゴカービィ昨日もリンゴだったね2連で来るときもあるやっぱそうだよね私一切なかったあれ 2回来るのここ最近増えねもう私も2回連続で来る大竹かけるには圧を感じどういうことやただ先輩も風邪ひいてるえただ今日もついに来たその75号見ただってえっ忍さん嬉しい十六期さんとドラさんで全国ツアーしてほしいって75号そういうなんかさメンバーだけじゃなくてなんかね大人の方が言ってくれるのってめっちゃ嬉しいですよね ありがたい。ええー、めっちゃ嬉しい。私も毎日お竹けお竹でニュするから、本当にやば。こんばんは、みんなこんばんは。全国ツアーね。ねなんか、あったら楽しそうだな。いいね。いいですね。明日、アクシカ行く。ありがとう。みんな、アクシカも来てね。おしましかです、明日。 十六連です五分です <coughs> パジャドラ公園初日で風が拡散する説あるなだいぶあるぞあの時みんなボロボロだったからな風でこれを機に TDC でのドラ三コンをねなんかねやりたいですね尋常主義センターおめでとう初日おめありがとうズンさんのアバターゲットしてないできてないんですよ 申し訳ない。山陽ひさんありがとう、だるま。今日はもう一日ずっと休んでました。風邪ひいたら学校休めるかなって <laughs> めっちゃそれ私も学生の頃思ってた。もうね、自ら風邪ひきにかかってたもん。<laughs> 無音。無音。無音さん。鬼太郎さん、無音だって。ヤっホー。 終わって喉痛くてあ確かにね劇場だとコールしすぎで喉痛いのかと思えば風邪だったって場合あるよねいやー大丈夫みんな公演最近入ってくれた方々みんな多分メンバーの風が歌ってる時にこう拡散してあ <laughs> 気がするそうなんだよね十六期さんは去年やってた去年今年今年の 1>, 1月だっけ16期さん去年もやってたんだっけなんかコンサートされてたよね北海道に来て行きたいめっちゃ行きたい北海道行きたいよおいしそうイェイ風邪ひいたら出席だけ捨て帰る確かに単位は取れるようにね出席は取って「う <laughs> ん頭痛いです」って言って早退してたらみんなそれか今バイト先から帰りおつ 司会で風ししに行くしか今日パーカーですねパーカー <laughs> メンバーに写されたら本望とか言ってるけどさマジで本当にただのマジで辛いからやめた方がいいと思うよ <laughs> メンバーから写される本望じゃないよみんな本当岡田とかの風邪菌写ったら熱は出るし鼻も出るし喉は痛いしってなるぞ私たちの風邪が写ったら。 いや、それよね。北海道善悪とかもね、いつか呼ばれたいね。ハロー。ナーミンさんのツイッターに載ってるだって。え、本当ですかあれかな千秋楽の時に撮った写真かなそうなの、そう。純情主義でさ、終わりにもう耐えられなくてももう、耐えられなく いやもう岡田岡田金岡田金強そう <laughs> パーカーの紐取る人これパーカーの紐取っちゃうの紐あるからかわいいじゃんそうなの耐えらんなかったの足がなんだけど今薬飲んで湿布貼ってテーピングしてってやってるから公園の時は大丈夫もう多分平気だと思うなんかね靴自体はね そうそうそうみんな面白いこと言ってあげるもう面白いことでもないかもしれないけど純情主義のねあのねが修行中の時にねブルーの履いたブーツなんだよ知ってたなんかあれだなよく見てる人だったら気づいてそう <laughs> そう純情主義で履いてるブーツねあの紐 の編み上げ黒ブーツねブルーローズでアイドル修業中の時に履いてたブーツなんだみんな気付いてなかったええー、あら25日おしましで行くねだってちほちゃん待ってるねうん似てると思ったあ本当？やっぱみんなみんな知ってたうん そうだね確かに足回り見てる人だと気づいてそうだな他の人のブーツは多分あれだと思うなんか尋常主義のブーツなのかもしんないけど私足のサイズがでかくてですねそうあのね足が何センチだっけ24とか24.5ぐらいあるの足のサイズがなんだけどなんかね24 3.5とかでも衣装の靴って入るからそれでお願いしてたんだけどそう最近その足ぐるぐる巻きだからそう足ぐるぐる巻きでもともとのね片山さんがそうそうだとねもうめちゃくちゃ。 多分私の足がでかすぎるのか片山さんの足がそうサイズが私より小さいのかわからないんですけどそうすっごい痛くてもうつま先立ちできないぐらいにそうつま先が痛くてそ,うそれであのなんかこのブーツが履けないってなってでなんかブルーローズの,の靴。 になったんですよでブルーローズの他の靴で最初合わせてもらってたんですけどそうそれでもなんかめちゃくちゃ足が痛くてっていうので,で同じ種類だからっていうのでちょっと石尾さんにお願いしましてあのブルーローズの千秋楽まで履いていた靴だったら紐で緩められるからそう足ぐるぐるしてても履えるし足のサイズももう調節してあるから。 入るんですけど、って話したら。そう、大丈夫ですってことになって、ブルーローズで。履いていたブーツをーもらってる。おかりの公園のブーツゆるいって、あ、そうなんだ。岡田って足ちっちゃかった気がする、確か。うん、岡田、たぶ私より足ちっちゃかった気がするわ。お疲れ様、ありがとう、みんな。明日はお,おとなしく仕事行きます。えい、頑張って、二十四は参加。 そうね足ってすごい大事だよなんかそう体の本に一生よりも靴がゆるいとかきついとかそれで結構踊りやすさがあったりするからそうめっちゃ大事あそれの調整だと多田先輩のインフィルの話面白かったね普通のなんだっけ中敷きか中敷き よりはインヒルの方がいいって言ってインヒルにしたんでしょう佐藤さん初見ですありがとうひろかずさんかなありがとうございますチームビードラスト研究生の19歳大竹ひとみで、ね、すよろしくねよろしくお願いします明日行く明日行きますみんなありがとうございますイェイ明日は 幕張メッセだっけ明日66連ーおしましかのですアクスカ行ったことないから行ってみてええぜひ来てくださいあれイチゴカービィーになってバスケしてたときよく思ったそれな靴下一つで変わるよねビジネスマンも靴は大事そうだよねだっていろいろそれこそねなんか外回りされる方とかだったり あとね力仕事の方だったりしたらそれこそなんか足元大事だと思うみやぴよさん初見ありがとうジムビードラット研究生の竹ひとみです秋元さやさんのでいかがなんですか靴の話 <laughs> ごめんね話がいろいろ飛んでて痛めてるのね足首じゃなくてねなんだろう あのー、ふくらはぎの前のの筋肉なんですよね,そうあのねふくらはぎの、ね、後ろの筋肉じゃなくて前の方についてる筋肉をねそう両足やっちまってそうでもなんかそういうなんだ人体がどうとかとか骨が折れてるとか欠けてるとかそういうのじゃないからそう日々の湿布と飲み薬とでなんとかなってます。 あれから悪化はしてないですそう,そう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 悪化はしてないから大丈夫なんですけどそうそうでね衣装的にもあんまり足が思いっきり見えるものがないのでそうよかった膝下があんまり見えるのがないから大丈夫ですそうだから普段最近ヒール全く履かないんだよねブーツとかがすごい可愛いい季節なんですけどそうなんかねお医者さんに行ったらね ヒール履いてるからヒールはい,いてるので腰痛めたりとか足痛めやすくなりますよって言われて多分ヒール疲れとかもあると思いますって言われて普段履かないようにしてますそうなんだよねそう疲れはねためないようにとかあれかなあっあっああっっ 秋元さ耶香さんのサイズもなんかねおっきいか小さいか忘れたんだけど合ってなくて宮沢さやさやんんの借りてるんですよそうなんかね靴靴が宮沢さやさんでブルーローズの衣装が秋元さやかさんでさせてもらってたんですよねブルーローズの時はそうだから靴は宮沢さやさんのを写して今尋常主義でも履かせてもらってる。 公演そうね出れなくなったりはしないかとは思う多分大丈夫だと思うもうあれリハビリとか行ってるからちゃんと大丈夫それなんですよね靴と衣装のコンビネーション半端なかったんですよねさえさんのと宮沢さやさんの靴に秋元さやかさんの衣装でブルーローズさせてもらっててなんかもう全身からパワーを感じていました <laughs> なんです。青み。するんだ。<laughs> そう言われました。そうなんですよ。豪華すぎちゃう、本当に。<laughs> そうなんですよね。もうブルーローズが公園でできないという悲しみ。悲しみです。 ナーミンさ,っっさんが載せてくれてる写真っていうのは私確認してなくて自分がどんな顔してたのかも覚えてないんだけど <laughs> えーでも良かったな嬉しいなほんと偉大な先輩方の衣装借りててもあと純情主義のあの衣装もほんとにオリジナルのままで衣装に片山遥さんの名前が「片山」って書いてあってほうってなってます ね、そうね30日の公演に行きたいから出てくれだって <laughs> 30日って公演メンバー出てなかったっけね大竹ね出れたらいいですねずっと「純情主義の歌良かったいいねありがとう嬉しいあれかな下からの3日間の握手会もそういうパジャドラとかアイドル修行中終わっちゃったけどそういう話もできるのかなと思います なんかいろんな話をできそう <coughs> そうね衣装ってすごいですよね本当受け継がれてるのがすごいいい日旅立ちにも期待だってありがとう練習してるイエイ折り目さんは衣装を採寸して作ったのかな多分折り目さんとか多分衣装を作られる本当一番最初の時は本当にその方に合わせてか その方よりちょっと大きめで作るのかかな、分かんなんい。でも多分ぴったりサイズにその方はぴったりサイズに作ってあってその後、いろんなところで公演される時に衣装がそっちに行ってその次に着る人用にそうなんか大きくなしたりとか小さくそう絞ったりしてっていうのをやるけどでも結局多分そういうのって全部。 ほどくんじゃないですかね元の形にしてから次の公演の人に回るんだと思います私の衣装ってあるの私の私オリジナル衣装は公演とかそういうのはなくてあのなんだっけあのあれがある埼玉スーパーアリーナで単独コンサートした時の青い衣装が大竹っていう衣装だったりとか。 あとはんだえー、っとあれだ。じゃんけん大会の衣装ですね。そう、片山さん細いからねって書いてある通りで、めっちゃ怖くて衣装入るかどうかめっちゃ不安だったんですよ。そしたらよかった、すんなり入りました。もうよかったよかった。純情主義の衣装もぴったりでよかったです。うんと、衣装さん半端ないと思うまあ、やっぱね、衣装さん半端ないと思う。 もうやばい <laughs> 本当にしのぶさんもすごいししのぶさんの他の方にも他の方衣装さんもたくさんいらっしゃるんですけどそうアンダーの場合はその人の衣装ってわけではないそうですねその子が着れる衣装をその子が着れるサイズに近い人のが回ったりします そうだからその子のアンダー A さんのアンダーでも A と B と C がそう、あのー、休みだったら A と B と C のアンダーの人が入る時に A のアンダーだけど A の衣装は入らないから全体曲は C の衣装を着たりとかそういうのはあるんじゃないですかね。 普段スニーカーとか履きますかそうだね。今はスニーカーが多いかな。スニーカーが一番、あれ、履きやすい普段ねえ、でもなんか痩せて体型維持するのも仕事だなって思って、最近。もうなんか本当にそれは思う。で、なんか多分急激に痩せても大変なんですよ。多分急激に痩せちゃったりとかしても、 進めななきゃいけないけから大変だと思うし急激に太ったら太ったでも衣装入んないからマジで公園出られなくなっちゃいそうだしって思うからそう,そう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 だからもうね体型維持大事だなってめっちゃ最近思った本当になんか特に一番最初のサイズからずれると大変だと思う。 気をつけないとね太らないようにしないとそうそうそうだからいやもうねマジでね衣装大事衣装入るかどうか大事よそうなのよね書いてあると太いのはダメだし痩せすぎのもよくないそうなのよそこって難しくないですかそうもう私その体験昔と変わらなすぎてそれもそれでどうなんだろうと思うんだけど。 お腹ぽっこいなマーメイドとか絶対嫌じゃないなんかご機嫌なナメなマーメイドとさ二人の移の自転車の衣装お腹出るからあれは太ったら終わりやこんにちはいさちゃんなおちゃん初めて来ますね初めてだねありがとうイエーイチーム B だよ AKB のチーム B ドラフト研究生の大竹ひとみですよろしくお願いしますよろしくね そうね。なんか今日はすごいパーカー、パーカー褒められるの嬉しい。私もパーカー好き。楽だしね。そうなのよ。体型維持はマジでね。重要。今日はめっちゃへこまそれな、なんか書き方間違えたわ。<laughs> お腹ぽっこりです。私はぽっこり直したい。もっと痩せなきゃって思ってる。なんかね。 お腹前に出るっていうよりなんか横首でつくりたいなって思っとそうだからこの横向きのこういう腹筋あるじゃないですかこれ頑張ろうかなと思って目が欲しになっちゃってうん何土曜日おしましだって土曜日おしまし可能じゃない多分大丈夫だと思うけど来てください <laughs> 会社入って1 2キロ増えたそれはやばい 本当にダイエットめでたいやつさんやっほい大竹さんガチ恋ですそう大竹さんガチ恋はマジでびっくりする大竹にガチ恋はびっくりする <laughs> 痩せすぎはダメよそうね痩せすぎにも気をつけるわそう、土曜日おしましようか悩んでます悩んでら…悩んでらだって <laughs> 悩んだら来てみて 去年から5キロ痩せたすごいあーでも私も確かに去年からそれぐらい痩せてる気がするラーメン食べてるいいね歌唱力ナンバー予選っていつなの言っちゃいけないやつな気がするそうなのに2日目おじさんの歌のセリフ言ってたんですけど声ダブってたそうなんかリ,リハーサルも入念にしたんですけど あんまり言うとモエカがかわいそうだからあんまり言いたくないんだけどそうモエカが間違えちゃったのだからあんまね言いたくないんだけどそうみんなに聞かれるからあれなんだけどさ、ま、間違えちゃったんだよね本当に大竹がちこえだよえー、びっくりする明日は久々に会えるの楽しむっしゃ楽しもうこんばんはヤッホー 今日は NGT メンバーが収録したみたいそうなの衣装衣装じゃない <laughs> 衣装って書いてあって今からそう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 収録えー、歌か誰だろうね次は4月からじわじわ運動始めて今5キロ減ったってめっちゃ頑張ったねすごい初見ですがかわいいですねいっぴーさんええー、マジでありがとうございますとんでもないです チーームビードラフト研究生の大竹ひとみです今日さみんなさ褒めてくれるんだけどマジで眉毛しかメイクしてないんだよねだからびっくりしてる意外とみんな薄メイクの方が好きなのかなね眉毛しか書いてないんだけど明日会いに行きます木島さんええマジで待ってるね待ってる待ってるありがとうございます 今日十16期3メイン版も歌コンテストするあそうなのえー、あ体重減らさずに体力つけてくださいはね踊るしかない <laughs> 踊るしかないわ明日行きますやったーみんなありがとう明日待ってるね恋よりナチュラルが好きかもまあね劇場公演の時はめっちゃ濃くなっちゃううん そうね濃いと薄いで顔違うはよく言われるわ <laughs> かわいいめちゃいじるな <laughs> むしろすっぴんで OK すっぴんは外出らんないわほんとにズームイトさんの新公演見た新公演の時はねもう薬飲んで爆睡してたごめんなさい <laughs> でも瀬戸里とか見ましたよ後から。 そう衣装着てナチュラルだと顔が負けそうその通りなのよそうだからやっぱりライト光が当たった時に顔がそうなんか負けないようにやっぱちょい濃いメイクになっちゃうんだよね <laughs> <laughs> 何いやさきちゃん来るなって何なのだって「規て長。 目が済んでてきてありがとう。今日は早めに休む。休む。10時15分ぐらいになったらおやおお休みじゃない終わりにしようかな。ね確かに、純情主義で薄いメイクでは真っ赤な、真っ赤なワンピースに顔薄いメイクだと負けちゃうな。うん。そうね。 そうなんかブルーローズとか純情主ぎとかユニットがやっぱそういうそういう雰囲気の曲が多いからそういうメイクになっちゃうその後もね修行の時は特に「最終ベル」とかそういう曲がかっこいい感じだったからただねそうあのねパジャマドライブ公演に関してはパジャドラ公演結構可愛いい曲が多かったりとか制服の公演 衣装が多いいじゃないですかパジャドラ公演はだからそう修行中公演の時みたいなメイクにすると結構濃くなっちゃうのよ。あのなんかねうん公演衣装例えばだけど初日のやつとか2 years later とかやってる時の衣装はほとんど制服だから僕の桜も制服だし最後は T シャツにジーンズの衣装だし。 そうラフな衣装が多いからそう,そういうパジャマドライブ公演でめっちゃ濃いメイクするとすごい顔だけ浮いちゃうのよそうだからリップの色変えるようにしましたねあとアイシャドウもあのー、なんだろうなそんなに濃い色は使わなくしたかなうんなんかなんだろうな思いっきり 思いっきりピンクとか思いっきり茶色みたいな感じの乗せちゃうとアイシャドウとかのせちゃうと思いっきり濃くなっちゃうしそう赤リップで制服衣装だとめっちゃ濃くなっちゃうからあのねオープニングはねちょっと待ってねこれだオープニングは普通にリップつけた上になんかこういう色をつけてるんですよ 女の子多分みんなしてると思うリップマキマイザーのこういう薄ピンクの色つけてあのオープニング曲とかは結構あれだね薄めの制服って感じのよいしょメイクにしたんだけどそう思いっきりピンク薄ピンクって感じ。 そうネイルみたいなか可いいよねそう途中で変えてるのよでこれでやっててでその後ユニットで着替えてる時にダッシュで <laughs> あのこのグロスとかちょっと押さえて落としてん,んであのこういう赤色純情主義で赤色つけてん,んで純情主義終わって帰ってきて赤リップを。 ちょっとととティッシュとかで落としてそれであのそっからはあんまり曲調が変わんないからそうあのランちゃんとか本田空と一緒にそう一緒に買ったこのティントをつけてこれティントって言って唇染めるやつだからそう唇染めるやつだからそっからあんま落ちないんですよこれ。 だから中盤曲にこれを薄いめっちゃ薄くねこれめっちゃ濃くつけるとめっちゃ赤になっちゃうから薄めにつけてアンコールまでそう持たせてるねアピーチカカオトークのキャラクターだよ <laughs> そうだから新公演はね3色使ってるんだパジャマドライブ公演パジャドラ公演は3色使ってる なんか、それだけで顔の雰囲気っていうかイメージ変わるかなと思って目の色とかチークとかはさすがにねつけたり取ったりでできないから口だけでも色変えようかなと思ってやってる多分ね見てる側からしたらそんなに分かんないと思うんだけどそんなに見えないと思うんだけどでもなんか自分でリップつけ替えるだけでなんだろうなんか。 やる気が変わる <laughs> なんかそうこういう雰囲気でやろうって思え,思えるからそう結構印象変わるからねやってますそうメイクは自メイクだからねまあそんな感じかなそろそろお風呂に帰って明日に備えて寝ようかなと思います皆さんも。 したね、握手会に来られる方は是非66番レーン押しましかなのであの大竹のこう、あのー、剣を持ってない方もおしましで来てください公演と握手会もメイクちょっとは変えてるかな握手会はちょい薄めですね普段のお化粧に近い感じです普段なんかボイトレ行ったりレッスン行ったりとかそれぐらいのメイクで握手会はやってます ありがとうございますどうもみんなもゆっくり休んでくださいねはいどうもありがとうございます66番で待ってますね明日ではランキング13位から千秋さん12位パウパウさん11位ショウさん10位やつちゃん9位ルートさん8位ミッチさん7位国広さん6位元気さん5位美佐子さん4位直樹さん 3位、ケンオンパさん2位、やさきちゃんゼゼてはたまひろさんでしたありがとうございますね、ーみんなありがとねありがとうございましたバイバイありがとうまた明日また明日会いましょうあと今日初めて会ったよって 初めておたけのルーム見てよって方、ルームフォローしてくれると嬉しいです。よろしくね。ぜひ、ルームフォローの方もよろしくお願いします。では、バイバイ。おやすみ。バイバーイ。